ジグサビキっていうやつに初挑戦。まあとにかくなんかですね、釣ろうで、ちょっと、あー寝たかなさか、魚魚魚魚あっかっかしてんやん。まあとりあえずごめん。おい、あー釣れてる釣れてる、アジアジ、多分アジ、アジがいるよ。泳がせるか。なんだこれ、うわーすごーい、わわわー、ほら鯉のぼりじゃん。よっしゃー、いった。おお、なんか食ってっからも泳がせ、なんか重いぞ、わかんない、でもなんか魚を感じない。おーあー、やったー、やったー、泳がせゲット。それはあ、なん、アラカブ、わかんない、これ何、アラカブ、なんかさっきのとまた違うですね、デコボコしてる、すごくない、泳がせ食いついてる、イエーイ、泳がせをしてね、はい、なんか、え、これ何、はい、アラカブじゃないかも、うん、まあまあ、あの泳がせの針なかったから、はい、このメタルジグのアシストフックやろ、はい、で、これは重りで根魚狙おうと思って沈めてたわけですね、こう重りで沈んで、はい、アジがこうやって泳ぐかなと思ったら、はい、いっぱいついてる。なんそれ、あれ、あれ、あれ、カブか、イエーイ、しかもギリッギリですね、おいおいおい、じゃあ新しいアジちょうだい、これも早く仕入れて仕入れて、早く仕入れて、まだお、寝掛かり、なんかついと、なんか出掛かと、わからん、あ、なんもない、寝掛かりか、はい、つってー、まだー、つってって、はい、つって、もうつらー、もうやめだー、アジ、はい、つって、いやー、やめだ、ナイス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 、おーえー、おーえー、おーえー、マジマジ、ナイスナイスナイス、クエ釣るぞクエ、おーえー、ナイスナイス、よっしゃー、できたー、あっち行ってこよう、でかいの釣るよ、食ってる食ってる食ってる、多分食ってる、よっ、あーでかかった、めちゃめちゃでかかった、うわーマジか、でかかった、はい、つってやだ、ドラッグギュンギュン出てった、ドラッグがギュンギュン出てった、で餌だけ取られたんですか、そう、でかかった、なんやろう、初めてここ来た時さ、はい、あそこ洗いそうって言って、はい、クエが、はい、だけあそこ投げたらね、結構何回か当たりよってね、はい、抜け寄ったさ何回も、はい、味取れるの嫌やけん軽く合わせたら、はい、ギュ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 ンって、おお、あらか、ついてる、よし行こう、向こう行こう、向こうに、だったね、よっしゃ乗った、うわーやばか、すごいデカだ、うわーしゃー、うわっしゃー、でけー、でかい、やったー、あらだぜ、おーやっぱそいつやったぜ、やいましたね、でけー、これちょっと使う、完璧やん、やったぜ、完璧やん、多分口大丈夫よ、大丈夫ですかこれ、あ、いや、やばいね、やばいね、向こうもデコ、向こうもデコ、やば、やっぱじゃあ、おいの先さ、はい、
ドラグギュンギュン丸もそいつやったやろね。多分こいつ。でもね、どんくらいかな。でもね、はい、あ、まあそんくらいやったとかもしれんけど、なんか期待してしまうね、もっとでかいの。いますよ。やば。一投目やった。やば。でなんかギュンギュンギュンって言って。そうやろそうやろ。俺と一緒やん。じゃあ合わせてみようかな。グンギュギュギュって。あ、じゃあ俺もそんくらい。でもでかい。これいいっすね。でかい。刺身で食いたい。うえ。これでかいっすね。でかい。やったー。わわ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 わ付け根あたりを下尻尾をズドンと。よし、これで血抜き血抜き血抜き。すげー、一発だった。ほんと落としてすぐやったね。すぐやった、よかったよかった。あ、俺がいいよ投げてって言ったおかげやね。いやでもあの仕掛けが良かったとかもしれないですね。俺のさ、ジグつけてからしよったやん、はい、ジグが重すぎて当たりの分からん。毎回プルプルってはないよけど、はい、当たりなのかどうか分からんで、もし当たりじゃなくて合わせたらさ、はい、味だけ抜けるやん、はい、それを嫌がってあんま合わせよらんやったさ。でも破綻ってやったら、はい、本気合わせしました。重りがガーンってあの味だけやけん、はい、もう間違いなく当たりで分かっけんね。やったやった抜き上げた、はい、よしよし、血抜き完了。やったー。鍋俺が釣ったんだよ。違う違う、俺が釣った餌で。キムが釣った餌で当たりを見つけたとこで釣ったの。さあじゃあ誰が一番偉い。俺どうぞどうぞ。あ、じゃあキムが一番偉い。旗が一番偉くないでいいや。おーい。うわ、でもテンション上がったね。はい、餌釣れた、餌釣れた。あ、俺次俺の餌。次俺の餌の番やし。次俺の餌の番やし。おいね、あそこの岬の先やったじゃん。あっちですか。うん、これそこです、ちょうどそこです。うわ、これも当たりよっぽかっちゃう。はい、だ味の暴れよだけやったら合わせたら抜けるけんね、はい、味が。でもお客さんの言う通りやったね。うん、なんかアラがいそうって言ってたのは本当に当たってた。うわー嬉しかー。はい、これは嬉しい。よし、おー乗った。わー乗った乗った。あーでも寝掛かり、寝掛かり、いや乗ってたけど寝掛かった。マジっすか。あー最悪。抜ける、抜けない、抜けないやつっすか。うわー抜けないっすか。抜けんね。はい、おあー、あああ切れた、切れちゃったってことは針の方が引っかかってたってことですかね。あらーやったとやろうね。いや頭やろう。まだいますね。まだおる。でも今まで釣ったアラで一番でかいじゃない。でかいかもしれないね。引っかかった、まあ、それで味取れたら帰ろうか。あ帰ろうか。もう磯はやっぱ根がかりが多い。あ、やられたってことは、ここら辺メタルジグちょんちょんしても釣れるかもしれない。釣れる可能性ありますね。ダメだ。ダメやね。やりましょう。帰ろう。いや釣れたね。釣れましたね。いっぱい釣れたね。めっちゃ釣れた。大量じゃないですか。今日大量やろ。よし。じゃーん。じゃじゃーん。おー。いっぱいいっぱい。いっぱい。大量。味が結構いるね。20匹ぐらい。いや。あーうん。20ぐらいいそう。これよ、これ一番は。カレ鍋、うん、いいね。で、アラカブもでかいね、これ、うん、こいつ種類違う。なんか目ん玉のあれが違うんですけどね。一緒かな、目の大きさが、うん、あ、なんかコメントであったような気がする。なんとかなんとか、まあでもなんとかなんとかやね、これね。うん、なんとかなんとかとアラカブと上で、根魚焼きいっぱい傷入ってる、ね、あーそういうことか、根魚県、うん、岩の間にずっと連れて行きよったラスボスやね。いやでもよかった、ハタナイス。木村君が味付けくれた県かな。お、いや、岩内さんがあの味の釣り方を発明した県かな。あー、そうやね。止まるんだ。
回さんよ回さんよ回さんよ俺のおかげよいやいややっぱ釣った本人のいやいや木村くんが足場釣ってくれた釣り方は発案したよ、ね、そうやね回そうぜ回そうぜ共有しようよ超なんか帰ってから料理編しましょう、はい、しましょう俺が見つけた場所のクエで場所までとはい帰りますじゃあ調理編で